この番組はくつろぎと心の触れ合いをお届けする日本タバコの提供でお送りします。自由を一つください。リベラマイルド、キングサイズ220円で新発売。好きな音楽の香りがします。満ちてくる味と香り、ピースライト。
114丁目、ジャズクラブウエストエンドカフェ。ハーレムに入ったばかりのこの店の空気は、生活の匂いと学生たちの喧騒であふれていた。かつてアレン・ギンズバーグ、ジャック・ケルアックといったビートニクスたちが愛したこの店のソウルフルなジャズと、立ち込める紫の煙はジャズを愛する者たちの心地よい親近感を感じさせてくれる。ピースライト、この豊かな味と香りは見事にこの店の空気に溶け込んでいき、やがてゆっくりと伝説の巨人たちの世界へ運んでいってくれる。香り高い時が静かに満ちてくる。ピースライト。
ジャズのフルートとさ、うん、クラシックのフルートってさ違うだろ。違うですよね。違うってまあいや僕に聞かないでください。違うっていうかさ、どう一人でさ両方やったら どう違ってくる。どう違うってね、もう楽器から吹き方から全然違いますね。楽器も違うの、うん、楽器変えますよ。安い楽器でしょ。安い、あ、違う、それは違うんですよ。どっちを安い楽器で吹いてるの。あのね、それはねジャズっていうのはね、自分が思ったことをパッと吹きたいわけね、うん、そうすると、体中全体使わなくてもいい楽器を使うんですよ。そうするとね、安い楽器が一番ね、反応するんですよ、ええ、でサックスも持ち替えでもって吹かされることが随分あったよね、30代の頃に。でその頃はもう本当に3万円ぐらいの楽器使ってましたけどね。今はさすがに使えませんけど。でクラシック吹くときにはやはりヘビーな音を出して、マイク使わないんでやるから、結構ヘビーに遠くまで届く、音色の楽器を使うわけですね。そしてやっぱりゴールドを使ったりなんかするわけですよね。だから常時4本ぐらいは吹き分けてます、例えばクラシックだと譜面があってさ、要するにその台本をもとに音楽を練習するときに作ってるわけですよね。こうね、と一音一音こう歌うってことを考えながらわけでしょ。ところがジャズの場合にはそうじゃなくて、練習する段階でもってその音楽を作るんじゃなくて即興的に作っていくわけだから、したがってその一音一音神経使ってそうやって弾くよりもそうじゃなくて、トータルにこうフレーズが聞こえてくればいいようなところがあるでしょ。どうですか。難しいですねその辺はねだからちなみにですね、林先生はですね、僕の伊藤はじめについた林リリコ先生って言っても亡くなっちゃったんですけど、その方の、いとこ。あ、いとこ、うん、あ、そうなんですか、うん、それをつい最近なんですよ知ったのは。すいません、それまではなんか夫婦だと思ってたけど正彦さんはさ中川君とよくいつもやってるでしょ、昔はね、うん、絶対冗談の通じない人だったのねそれでね、そう、うん、例えばさ、うん、コンサートなんか行くでしょ、うん、先にギャラをくれたりするでしょ、うん、時あるじゃん、うん、あるある、うん、そうするとね、で僕らもよく冗談でね、うん、あ、どうもお疲れ様でした、じゃあ帰ろうか、うん、なんていうね、うん、中川さん、うん、帰っちゃダメだよ、うん、そういう、どうしておかしいのそれとかって、うん、そういう人だったんです、うん、だから最近ね、うん、もう相当ね、ジャズミュージシャンのノリになってきましたねこの人はね、ずいぶん変わった、うん、それじゃあせっかく林先生いらしたんですって、一曲なんか弾いていきません。クラシックですから譜面がありますね、必ずしも譜面通り弾くとは限らないけれども、うん、ではThank you.
セブンスアベニューサウス11丁目ジャズクラブヴィレッジヴァンガード。かつて52丁目を追われたジャズはこの店に根を下ろし、ジョン・コルトレーン、ソニー・ロリンズ、ビル・エヴァンスといった伝説のライブを次々に生み出していった。ジャズメンたちのホットな演奏、ジャズを心から愛するニューヨーカー、そして立ち込める紫の煙、それらが混然一体となってこの店の香り高い空気を熟成している。ピースライト、この豊かな味と香りは見事にこの店の空気に溶け込んでいき、そしてゆっくりと伝説の巨人たちの世界へ運んでいってくれる。香り高い時が静かに満ちてくる。ピースライト。
山口ひばりさん、どうぞ桜井さん、ピアノアレンジ、佐藤正樹、フルートは中川さん、どうもありがとうございました。